ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年4月の25日火曜日です。今日は100歳シリーズをいってます。そして今日は102歳一人暮らしね、哲代おばあちゃんの心も体も冷めない生き方、名護を生きたら丸く可愛くなりましたという、今回行ってみたいと思います。今日はですね、第3章102歳ありがとうの人生の中の一つです。2022年6月私らしく生きるための5箇条って言いますね。これいいですね。最近はようやく自分をご機嫌にさせるコツをつかめた気がしておりますが、若い頃は悩みや葛藤を抱えて、そりゃ尖っておりました。人生の場数を踏み、いろいろな感情に折り合いをつけながら心の角をなくし、人間が丸くなっていったんでしょうな。そんな私が自分らしく生きるために大切にしていることをおさらいしてみます。おう、行きましょう。哲代おばあちゃん流、哲代おばあちゃん流、私らしく生きるための5箇条行ってみたいと思います。まず5箇条の最初、1、自分を丸ごと好きになる。なるほど、まあそういうね、言い方があるんだ。自分を丸ごと好きになる。2番、自分のテンポを守る。あ、今朝の5時半の時計が落ちました。2、自分のテンポを守る。ほうほう。3、一人時間も大切。4、口癖は上等上等。5番、何気ないことを愛おしむ。これまあもっぺん言ってみますよね。哲代おばあちゃん流、自分らしく生きるための5箇条。まず一つ目が、自分を丸ごと好きになる。いいですね。2番、自分のテンポを守る。テンポを守る。3番、一人時間も大切。4番、口癖は上等上等。5番、何気ないことを愛おしむ。何気ないことを愛おしむ。ほうほう。いつもヘラヘラ笑うて悩みなさそうに見えるかもわからんですが、若い頃にはかっこたくさん、頭を打ってきたんです。26歳で義秀さんと結婚して石井の家に入ったけど、子供を授からなんだのが一番です。舅は古い拳みたいな人で、身の郷だった時代の村長でした。代々続く農家の嫁なわけですよ。子だくさんが当たり前の時代でしょ。子供が持てんのなら、この家におるべきではないと自分では思っていました。ああ、すごい厳しい、子供もないと厳しい時代だったんですよね。バカにされるという言葉が適切かどうかは分からんけど、何をするにも、あの家には子供がおらんけん、と陰口を言われたくないという思いが強かった。負けん気っていうのかな。教員の仕事も、炊事も、田畑の仕事も一生懸命でした。勤め先の学校からも一目散に帰ってすぐに畑に出るんです。思い悩む暇を作らんように、その日その日を忙しく働くことばかり考えておりました。なるほどね。でもね、私には教員の仕事があったから随分救われたんです。嫁という立場だけならこの家にはようおらなんだ。学校では子供たちを存分に可愛がって自分らしくいられました。子供たちの親とも親しゅうなってね、自分が生きる場所がちゃんとあったから家でも頑張れたかもしれません。まあ、義秀さんは
仕事は真面目で本当人から慕われとったんですけど、豪快で毎晩人を連れてきては大酒を飲むんでございます。困ったもんですね、この人。自分の給料は人付き合いと飲み代に消えてしまうの。じゃから私は稼ぐしかなかったんかもしれんの、しれんけどね。ふっふっふってなって。仕事があるというのは、そういう意味でも自分の存在意義というんか、心を守ってくれました。振り返れば私も意地らしいです。義理の両親を見とって、教員を退職してから、ようやく肩の荷が下りた気がしました。それまでは、隙を作らないよう、鎧をつけたようなものでしたから。はあ。なるほど。今日はもう一度哲代おばあちゃん流、私らしく生きるための5箇条、もう一度こう、かみしめていってみたいと思いますね。1番。自分を丸ごと好きになる。いいですね。自分を丸ごと好きになる。2番、自分のテンポを守る。やっぱり自分には自分のリズムというか流れというかテンポがありますからね。2番、自分のテンポを守る。3番、一人時間も大切。ほう、これいろんな意味がありますね。一人でない時は何かって、夫婦の一緒に過ごす時間もあるし、家族で過ごす時間もあるし、まあ、職場とか地域の仲間とかもいろいろありますが、でも3番、一人時間も大切。4番、口癖は上等上等。まあこの4番の口癖というのは人それぞれ持っておられますよね。生きているだけで丸儲けという人もおられましたしね、まあいろんなことがあります。私はなんかですね、こうこの動画撮ってる時などはですね、まあ私の時世の句はまだ足りぬ、喋り喋りてあの世まで、喋、ね、るぞというのを口癖の時々してですね、この動画を撮っております。5番、何気ないことを愛おしむ。何気ないことを愛おしむ、これはいろいろありますね。今ここに猫ちゃんが2匹を寝ております。こうやって綺麗にね、何気ない、これも何気ないんですが、愛おしむんでしょうか。今日は鉄おばあちゃんの本から来ました。そしてここでお知らせです。昨日の中国新聞にですね、鉄おばあちゃんがこれだけ大きく載りました。で、今日は特別にこの新聞の記事のことをですね、今日また後載せようと思っております。じゃあ今日は鉄おばあちゃんの100歳一人暮らしをお送りしました。5箇条ね、いいですね。ごきげんよう。